トンネルシリーズは、イギリスの作家ロデリック・ゴードンと、ブライアン・ウィリアムズによる、児童文学、ファンタジー小説。ロンドンで暮らす14歳の少年ウィルバローズが、友人のチェスターと共に、消えた父親が掘っていたトンネルの先へと進み、そこで繰り広げられる冒険を描いた物語。大学時代によく一緒に小説を書いていたロデリック・ゴードンと、ブライアン・ウィリアムズは、 2001年にゴードンが勤めていた銀行をリストラされたのを機に再開2004年シリーズの第一作トンネルを書き上げた。日本語訳はゴマブックスから2007年に出版された。イギリスで一作目が出版された当時、ハリー・ポッターの後継者はこの本だとして大きく話題になっていた。ハリー・ポッターの出版を決めた編集者バリー・カニンガムも トンネルを最初に手にした時からハリー・ポッターを読んだ時と同じ感覚があり、自分の手にすごいものがあると気づいたと述べている。しかし、日本ではハリー・ポッターのようなヒットにはならず、2008年に2作目のトンネル2などの暗黒世界ディープスを出版した後、続編がゴマブックスから出版されることはなかった。日本語訳が出版されなくなってからしばらくして、今度は、 学研プラスが日本語訳を出版した。地底都市、コロニアシリーズとして1作目、トンネル、迷宮への扉と、2作目、ディープス、サバイバーの絆が2016年に、3作目、ホール、自由への落下が2017年に出版された。シリーズ4作目以降の、クローサー、スパイラル、ターミナルの日本語訳は現在存在しない。第一作の帯によれば、 世界37カ国で出版された。トンネルズ、トンネル、トンネル、迷宮への扉ディーパー、トンネル2などの暗黒世界、ディープス、ディープス、サバイバーの絆フリーホール、ホール、自由への落下クローサースパイラルターミナル。ありがとうございます。